ミスマルパ語族は、ニカラグアの東海岸とその周辺地域の先住民族が話す言語からなる小さな語族である。ミスマルパンという名前は、ジョン・オールデン・メイソンによって考案されたもので、語族の3つの言語、ミスキート語、スモモ、マタガルパ語の音説をとって命名された。1920年に、ワルター・レーマンによって最初に認識された。マタガルパ語派の言語は、 現在すべて絶滅しているものの、ミスキート語とスムゴは健在である。ミスキート語は約20万の話者を持ち、他のモスキート海岸の先住民の言語の話者のための大二言語としての役割を果たしている。ヘイルによると、スムゴの話者の多くもミスキート語を話している。カウフマンはマクロチブチャ大五族とのつながりを説得力があると考えているが、ミスマルパ五族の言語の専門家、 ケネス・ヘールはマクロ・チブチャ・ダイゴ族とミスマルパ五族とのつながりを確立するには遠すぎると考えた。一方、新しい研究はミスマルパ五族と他、ダイゴ族を結びつける説得力のある証拠を発見した。地域を植民地化した大英帝国との人々の同盟の結果として、ミスキート語は17世紀後半からモスキート海岸で、 支配的な言語となった。北東にカラグアでは、スモゴの元話者に話され続けている。その社会言語学的地位は、南東部の英語を基礎とするクレオールのそれよりも低く、その地域では、ミスキート語は地盤を失いつつあるように見える。スモゴは発見されたほとんどの地域で、絶滅の危機に瀕しているが、いくつかの証拠は、ミスキート語が優勢となる以前にこの地域で、 優勢だったことを示唆している。またがるパョ語は絶滅してから久しいが、あまり文書化されていない。すべてのミスマルパ語族の言語は、音素配列論を除いて、同じ音音論を共有する。子音は、P、B、T、D、K、S、H、W、Y 及び優勢と無性の M、N、N、L、R である母音は A、I、U で長短を区別する。 ありがとうございます。